カプロニ・ビッツォーラ F5 カプロニ・ビッツォーラ F5 の試作機、カプロニ・ビッツォーラ F5 はカプロニ社で製作されたイタリアの戦闘機である。本機はタンザ、低翼単用の引き込み式膠着装置を持つ機体であった。F5 はカプロニ・ビッツォーラ F4 と並行して F ・ファブリッジに引きられた開発班により1937年、 遅くから開発された機種であり、両機は共通のエアフレームを有していた。本機の胴体は溶接交換フレームが、沈頭病止めのジュラルミンで覆われ、主翼は、後半の応力外皮であった。ファブリッツと設計班が、液霊エンジンを搭載しようと考えていた。姉妹機の F4 とは異なり、F5 は14機と二重製型エンジンのフィアット A74RC38 を搭載していた。 イタリアの航空省が使用するエンジンに関してサインを示さなかったために F4 の開発計画はすぐに停滞したが F5 の開発は推し進められた。1939年2月19日に初飛行を行った F5 は公式試験中に非常に高い運動性を示したことですぐに試作2号機と12機の全量産型が発注された。 全量産型の最後の機体が再開された F4 開発計画の試作機に転用されたが、残りの F5 はイタリア王国空軍に配備された。カプロニ社がより高性能なカプロニビッツォーラ F6M の製造を決めたためにそれ以上の F5 が作られることはなかった。イタリア王国空軍は十一機の F5 の全量産系を第51飛行軍の第300飛行隊に配備して、 実戦で運用した。1942年に、これらは第167飛行団で夜間戦闘機として任務に就いた。F5 は国外の顧客にも提案された。カプロニ社のペルー支社が現地でのライセンス生産の権利を購入したと言われているが、ペルーで F5 は生産されなかった。カプロニビッツォーラ F5 イタリアンシビル。 アンドミリタリーアークラフト1930から1945ありがとうございます。